ミルクサッカーアカデミーの上間でございます。ノーミルク佐藤でございます。ミルクサッカーニュースヘッドラインでございますね。17日日曜日の収録でございますということですけど、はい、先生早速いってみましょう、はい、こちらです。ドン出ました。はい、いろいろ出てますよ。そうですね。ここ今日はこの9項目を中心に、はい、話していきたいなと思います。はい、お願いします。まずすでに決定済みのものからいきましょう。はいはいはい、左上でございます。はい、日本代表の、まあ、ウィンガー中島翔也選手。UAE の、アルアインへレンタル席決定。レンタルポルトにはじゃあ本席は残るんですね。残るんですが。あのアルアインの買取オプション投資の可能性があるとのことなので、じゃあそちらにもうポルトに戻ることはないっぽいような雰囲気ないと思いますね。あ、そうですか。うん、あ、でも、まあ、アルアインったら有名ですもんね。あの塩谷司選手がね今はね。あ、そっかそっか。なんで日本人共闘といった形になるのかな。なるほどなるほど。うん、思います。それが環境も適用しやすいかもしれないですね。そうですね。あとはちょっとここで、うん、おそらくちょっと試合感がちょっと薄れた部分もあるし。はい。あとやっぱりね、中島氏はここにありってことを見せつけてもう一回ヨーロッパにっていう風になってくれたら嬉しいよなって思います。あれ前も UAE いたんですよね、中島選手ね。そうですね。一旦以前はアル・ドゥハイル。アル・ドゥハイル。はいはいはい。ね、アル・アインの方が強いんですか？まあそうですね。あとまあ国一応違うんであれですけど。国違うんですか？そう、アルアインが、UAE で、アルドゥハイルカタールなんです。ああ、失礼しました。そっか。今、そのアル・ドゥハイルにはオルンガさんがいるので。うん、あ、なるほどね。そうですね。多分、はい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 、次の夏の市場では、この中島翔也とオルンガあたりが次またヨーロッパのステップアップを目指す形になってくるのかなと思いますね。なるほど、なるほど。ちょっとね、またこう、日本代表戻ってくるぐらいのコンディションにね、ね戻ってほしいですね。楽しみでございます。はい、楽しみでございます。そして、そして真ん中上ですね。はい、日本代表センターバック、上田直道選手。怒ってますよね。こっちすごい見てますけど。怒ってます？でもセンターバックとしてはやっぱいい顔つきですよね、これ、ね。そんな怒ってないんですよね、彼ってね。こういう顔の時 ね。そうなんです。そうなんです。はい、苦しい。そんな上田選手がどうやら、はい、サークルブルージュから、フランスのニームへ移籍するんじゃないかと。いやー、そうですか。そうなんですよ。ステップアップきたね。もともと、実はこれ、ミルアカでも以前に実はずっと前に出してる話で。はいはい。上田選手所属してるそのサークルブルージュ、まあ、セルクルブルヘとか言ったりしますけど、はいはいはい、モナコとの提携関係にあるチームなので、うん、まあ、将来フランス行くんじゃないって僕ら言ってんですよ、元々。チームは違いましたが、フランス行くことになりそうだなと。あ、じゃあもう本当にまんまとと言いますか。そうなんです。ただちょっと今成績がよろしくなくて最下位かなというチームなので、はいはいはい、まあ、そこら辺が大丈夫かっていうのもあるんですが、うん、ちょうど実はそのニームからこのね、上田選手のチームに一人もディフェンダー加入っていうのはトレードみたいな感じで来ちゃったので、あ、じゃあちょっと間違いなさそうですね。ほぼ確定だったと思います、ね。なるほど。まあ、あと残りね、移籍期間も2週間ほどありますから、ヨーロッパ。はい。いや、そのあたり来ます。すごいじゃん。リーグワンじゃないですか。すごいじゃないですか。楽しみですね。ね、はい。そしてこんな人も決まり、はいはい、決まるかもしれません。うん、右上ですね。元日本代表ミッドフィルダー、はい、香川真司選手、はいはいはい、トルコ一部アンタルヤスポへ行くんじゃないかと、そんな噂が出ております。ベシクタ州に続いてもう一回トルコ。そうなんです。はいはいはい。そしてアンタルヤスポルと言ったら我々おなじみのあの選手もいたりするんですね。え？アンタルヤスポルへ？ポドルス。おもてなしみたいに言いましたよね。ポドルスキーいるんだ。そうなんですよ。あとは、ドルトムント時代にチームメイトだったトルコ代表のミッドフィールダー、ヌリシャヒン選手なんかもいるので、シャヒン、なんか、すんなりこう、スルッとこう入れそうな気はするんですよね。なるほど。楽しみだったりはします。ちなみに他にも、アメリカのメジャーリーグサッカーのニューヨークシティとか、ちょっとそれも見たいね。そうなんです。あとはね、実は、ブンデスリーガーのシャルケ。あとは、オランダのアヤックスあたりも獲得するんじゃないかって話は出てはいるんですけど。新地下川ですか？そうなんです。わあ、すごい。どれもいいですね。楽しみですね。僕でもスタートしてニューヨークシティで見たいですけどね。ねえ、でまあ日本でね、こう放送があるところがあると、まあよりありがたいってのもあるし。そうですけどね。まあいろいろあるよね。始まりそうじゃん。いや、そうなんだよね。いや、どこ行くのか本当楽しみでございます。アメリカの雰囲気も嫌いしないですよね。そうなんです。ニューヨークシティ FC ってだってヤンキースタジアムでやるんだよね、外野で。そうですね。ねえ、見たい。見たい。見たいな、はい。ちなみに実はここのニュースに入れてないんですけど、はい、実はもう一個嬉しいニュースがありまして、はい。実は新たな海外組、ヨーロッパ一部組が増えました。はい。はい、宮崎良平選手という選手なんですけど、はいはいはい、まさに多分ご存知ではないと思うんですよ。宮崎良平じゃないですね。
実は日本でも地域リーグとかすら経験して、J リーグ経験はしてない選手になるんで、はい、他にもアジアいろんなとこ回ってきたりとかした選手なんですが、なんとこの度、セルビア一部チームへと。すごい。移籍することになりまして。今、現地所属はどこなんですか？一回ちょっとアウトだったんですよ。もう、なかったっていうか。どこから？マレーシアだったかな。マレーシアだったかな。そうなんですか。いくつぐらいの人だったんでしょうね。今ね、20代ね、中盤が25歳ぐらいなんですよ。で、これもう一個すごいことがあるんですよ。はい。まさ、にわかリスナーです。聞いてくれてるんですか？そうなんです。わあ、すごい。なんでわかるのそれが。ちょっとお伺いしまして。はい、で、それなんで、ちょっともしよろしかったら、今年出てもらおうかなと思っていて。出てもらいたい。っていうか、定期的に、ね。ダイオリーをインタビューさせていただきたいなと思ってて。セルビアダイオリーのコーナー。宮崎選手、DM するんで、またこれ聞いたら教えてください。よろしくお願いします。なんか、この硬いパンが美味しいですとか、そういうの見たい、俺。ちなみにね。うん、一番のニュースとか。3月に。ちょっと聞いてください、俺の話。いつも全然聞いてくんないじゃないですか、こういう。だって今の時期、ほら、外出れないかもしれないなと思ったから。そうだね。そうなんです。すみませんね、それはね。はい。ちなみに3月に、うん。セルビアですから。浅野拓磨との勝負があるわけです。ああ、そっか。はいはいはい。だ実はそんな日本人対決も起こるかもしれないと。素晴らしい。素晴らしい。いろいろ聞いてみましょう、ね。うんうん、はい、ということでございます。そしたら次、今度は2段目行ってみましょう。はい。はい、これまた日本人関係のところがいろいろ続くんですけど、うん、まあ左側見てくださいと。はい。レアルフォワード、ルカヨビッチ、はい、フランクフルトへカムバック。そうなんだよね。うん。なんか、練習指導雪の日に、長谷部に雪玉ぶつけられてましたよ。歓迎の意味で。面白いな、ね、そうなんだ。そうなんですよ。ハマんなかったんですか、あんまり。ハマんなかったんですよ。そうなんだ。でも、ただ、フランクフルトと多分ね、ハマるんですよ。あいつがいますからね。はい、あいつがいるから。鎌田大地。ブンデスリーガーの、そう、アシストランキング上位の男、鎌田大地がいますから。鎌田とヨビッチで、また注目されていくといいですね。アシスト1位なの分ですって。今ね、7位タイなんです。ああ、そう。そうですね。ただね、1位がトーマス・ミュラーで8アシストで、うん、で、鎌田選手が5アシストなんで、そんなに差があるわけではないんですよ。はあ、はあははあ、は。すごいのが、ドルトムントなの、イングランド代表、ジェイドン・サンチョと同じ得点とアシスト数だったりするので。おお。で、あと、キーパスとかも考えても、うん、実は、鎌田選手は全体ランキング6位とかに位置していて、ブンデスリーガ全体でです。これはすごいですね。日本で言うとどれぐらいの立ち位置かなってことを考えたんですけど、江坂当たるとかマルコス・ジュニオールクラスだ。J リーグで言うところのね。それはすごいね。めちゃくちゃ上ですよ。ベストイレブンには入らなかったけど、超上位はいはいはい。ってことはこれ、ヨビッチもいい職場を得たってことなんですね。そういうことですね。さすが仕事探しはインディード。ねえ。見つけたんじゃないですか。スポッといい職場見つけましたよね。うますぎるなカンバック。はい、続いて真ん中、噂でございます。はい、まあこれ多分両方とも確定になると思いますが。はい。FC 東京のね、これ、ミルアカでもすでに話しましたけれども、うん、原太一選手がポーランドの、グルニク、ザブジェ。そして、はい、大宮の、ウィットフィルダー、黒川敦選手が、はい、レヒア・グダニスク、同じくポーランドですね、に移籍すると思われます。なるほどね。わあ、うん、これは楽しみだね。そうですね。ポーランドと。アップどっちもポーランド。そうなんです。レヒア・グダニスク、ちょっと聞いたことありますね。誰かいました？さすが、マーさん。いましたね。松井大輔さん。ああ、そうか。うん。ああ、そうか。でも他ね、やっぱポーランドからこう出征していくって言ったら、以前、あれでしたよね。はい、森岡選手、今ベルギーにいますけど、森岡亮太選手も同じポーランドから出世組出てたりしますから。そうなんでしたっけ。やっぱ可能性ね、はいはい、そういうところから、まあ、やっぱり我々からしたら、ブンデス1部にいきなり行くとかもいいけども、一、うんうん、回慣れるっていう期間挟むって大事じゃないですか。そうですね。そうですね。またベルギーばっかでもちょっとあれですかね、混雑しちゃいますからね。うん、まあちょっと放映がないっていうのが、ちょっと唯一困るところではありますけど。そうなんだよね。あと実は収録直前に出たのが、うん、はい、実は2020年は、名古屋から、J3 の岩手グルージャ盛岡に行っていた、フォワード大垣勇気選手が、うんうん、海外から移籍の獲得レターが届いたとのことで、あらなんで、おそらく2021年はヨーロッパへ行くものと思われます。まだどこというチームは明かされてないんですが、一応そんなこともあるみたいで、また海外勢が増えそうです。
しかも名古屋に届くぐらいですか、はい、多分いいチームなんじゃないかと思うので。いいですね。うん、楽しみですね。うん、いいですね。層が厚くなってまいりました。ただそんなヨーロッパなんですが、やっぱりこういうことも言いますと、うん、インテル大ピンチ。うん。なんと、インテル今、支払いが滞ってます。選手へのですか？はい。俺まだ、なんでまたインテルみたいな大きいところが。ねえ、まずレアルに、以前買取オプションでこう、買った選手へのお金が、1月末までで払わなきゃいけないものが払えそうにないから、3月に伸ばしてくれっていうのがあって。あら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 。それをレアル側が、いいよって言ったんで、うん、まあ、それはまだいいんですけど。名門同士のね、中身は。ねえ、うん。ただ実は、選手給与が払われてないとのことです。ルカクカンカン、ルカクカンカンですか？カンカンかもしれないですね。しかもこれが、12月とかのものならまだわかるじゃないですか。うん、11月のものとか、うんうん。昨年の夏。なんでちょっと大丈夫かっていうのがちょっと怖い。まあどうにかするでしょうけど。あらまあ。あと、まあ日本に比べればヨーロッパでそういう期間ちょっとちゃんとしてないところがありますから、うんうん、日本的に言ったら。なんでまあ大丈夫だとは思うんですが、まあちょっとそういう報道が上がったのにちょっとね。ちょっと心配ですね。ちょっとね。心配でもある。フィナンシャルなんとかで降格みたいなないの？イタリアに関して。まあ多分、うん、そんなにこう1年とかっていう単位でも与えてるものじゃないんで、このシーズン内でどうにかすれば大丈夫かと思います。なるほど、なるほど、うん。こういうニュースが今出てるということですね。はい。そして、驚き兼悲しいちょっとニュースになってしまうんですが、左下でございます。今、実家というか、お家に、ね、帰られていた、札幌監督のミシャ監督、自宅の中で骨折転倒し、あらあら、入院になってしまいました。あらまあ、あ、そうですか。そうなんです、ね。あらららら。で、またそして札幌、こんな、同じタイミングでこんなことあるってのが、はい、でそのミシャ監督とずっと長らく浦和時代とかともね、共に高知県通訳としてやられてる杉浦さんという方がいらっしゃるんですが、はい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 、彼もですね、甲状腺乳頭がんと診断されてしまい、あら、ま、11日に手術を受けたため彼もあらしばらく帯同できないと。はだ札幌監督コーチ1枚ずつ書いた状態で、でもこれ札幌の野々村社長がもう会見に答えてるんですが、開幕数試合はもういないものとみなしてやります。まあそっか、そうなっちゃったんだね、あれ、まあ、まあまずね、まずそもそもコロナ云々関係なくその骨折直さなきゃそもそも歩けませんし、そうですね、それでいてコロナのあれが大丈夫っていう状態でじゃないと来れないんで、多分これでも3月末か4月なんでしょうね、なるほどね、これはお大事になさっていただいて、まずはね、ミシャさん来なきゃやっぱね始まんないみたいな、 J リーグのもう一個のね、メインキャストの一人ですからね。そうなんですよね。ただ、なんか札幌もね、なんか去年ほらやっぱ千葉から始まったもあったじゃないですか。はい、千葉スタート、東区スタート。で今年もこのミシャ監督、杉浦さん、そしてね J 選手も今かかってしまってるってので、ちょっと札幌最難続き、なんか開幕ね大変ですよね、まあという状況でございますと。分かりました。そして真ん中下でございます、はい、噂で、はい、これはちょっとやばいですね。やばい。セレッソ大阪センターバック、マテイ・ヨニッチ、中国から獲得オファー、しかも、ちょっと待て、破格の気づきました？気づきました？気づきました、はい、破格のオファーだみたいで。破格の。あら、で、今もうすでに各クラブ、背番号とかの発表もあるわけです、ね。はいはいはい、そうですね。ヨニッチさん、まだ名前なかったんですよ。今まだ交渉中ってので、まだ決まってないからって。421番を上げて、初の3桁。ねえ。4日、ね。4日。はい。いや、それで一応、4日さんも、はい、やっぱセレッソは我が家のようなことに、のように感じているっていうコメントを残してるから。そうでしょ？残るとは思うんですけど。お願いしますよ。ちょっとまだわかんないですよね。これはね。4日いなくなるとちょっと ACL かなり厳しくなりますから、セレッソ。はあ、破格で出せるって、まだまだ中国経済は元気ってことなんですか？コロナとか関係なく。もしか、やっぱ4日すごくいい選手だからってことで、やっぱか、もう金出して、いくら出しても取りたいっていうのがあるかもしれません。わかりました。なんていうチームかまだわかる。まだ出てないですね。そうですか。はい。そうですか。で、右下でございます。はい、これ、この間、ある意味、これも深夜、賑わせたとか騒がせたようなニュースでもあるんですけど。深夜多いですね、最近ね。そうなんですよ。はい。J1、ベガルタ仙台。お、来た。なんと、J3FC 岐阜から、はいはい、数日前に契約更新が発表されたばかりの、長倉隼人選手獲得。契約更新を発表した後に、はい。
こう決めたってことなんですね。そうです。なんでこれ持ってきたかっていうと、結構パワープレイですよね。そうです。なんで全チームの皆さん、はい、契約更新のニュースあったとしても、はい、油断はしないでください。そうですね。ええー、契約って何なんだってことになる。これじゃあ違約金は払ってると思うんですけど。も払うってことですか。そうですね。ああ、なるほどね。一応ね、皆さん仙台お金ないって言われてますが、ちゃんと移籍用のお金はもともと準備をしてあるので、うん、そこは大丈夫だと、ね。戦力としてプールしてるってことですね。はい。あとね、まあ、あれにいい選手取ったなと思いました。はい。多分移籍金そんなにかかってないと思うんですよ。名倉さん、うん、はい、移籍金と違約金でしょ多分。そうなんですよ、うんうんうん、実はね2020年、はい、J3 で彼3試合しか出てないんですよ。はいはいはい。ある意味だからすごいレベルアップですよね。そうですよね。ああ今年出れなかったな、どうすから来年、はいはいはい、J1 からオファーみたいな形あるんですね、そんなこともね、はい。でただ長倉選手いろんなポジションできたりするんです。なるほどなるほど。そこをちょっと仙台買ったんじゃないかっていう部分があるので、うん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 、これはある意味いい移籍だったんじゃないかなと思っております。はい、なるほどなるほど。以上ニュースでございました。いやー、いろいろつつうらうらのニュースまで先生ありがとうございます。ありがとうございます。いろいろありましたということでね、はい、なんかワクワクしますね、ウキウキしますね。またいっぱい動いていただきたいですね、よろしくお願いします。またね話していきたいと思います。ちょっとこの上田さんの写真、これレフリーにも見えますよね、色的に。君次カード出すからね、の顔に見えますよね。怖いなぁ。いや、厳格にいろいろやってくれそうだからなぁ。そうですよね。これヨビッチもちょっとね、うん、なんかこう、ステーキ屋に来た人みたいなね。なでもこの後ろで長谷部さんから雪玉投げられるんでしょ。この後、ね、この後投げられますからね。はい、ありがとうございます。はい、ということでした。ありがとうございました。ミルクサッカーアカデミーは毎日やっております。明日もぜひ聞いてください。チャンネル登録、高評価ボタンで応援してくださると嬉しいです。お願いします。鈴田先生、また明日お願いします。お願いします。はい、というわけで、稲葉エヴァーでした。ノーミルク佐藤でした。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。